ルスランから F ・カラエフは北オセチア共和国出身の元男性キックボクサー。アマチュア時代はハンター RU の異名を持ち世界王者となった。K13 戦後の異名はロシアの速射砲。マサトからミドル級より速いと評価されるスピードと異名通りの超高速の連打、バックハンドブロー、バックキック、バックスピンキックを得意とする。 攻撃一辺倒のファイトスタイルゆえに、ディフェンスが甘く、壮絶な失神小負けも多い。日本語、英語、オセチア語、ロシア語の4カ国語を話すことができる。母国語はオセチア語で、日本語の質問にも受け答えできるが、公式インタビューでは、正確なニュアンスを伝えるためにロシア語で喋ることが多く、稀に英語でコメントするようにしている。K1 をゲームで知ったので、 ゲームのキャラクターになるのが夢。なお、得意のバックスピンキックは、テコンドー一家のトレーナーによって磨かれた。強さと派手なファイトスタイルに加えて、その端正な顔つきから、女性からの人気も高く、谷川貞治系ワ1イベントプロデューサーは、バダハリと並んで、次世代のスター、アンディフグのようになってほしいと期待を寄せている。総合格闘家、アランから FY トコ。 アマチュアでは167戦159勝8敗125個という驚異的な戦績を残し、2003年にはアマチュアキックボクシングの世界選手権で優勝した。2004年日人であるコメディアンのポールボクの紹介で来日し、日本に住んでマルプロジムを練習拠点とする。伊原道場へも頻繁に出稽古に行っていた。2005年6月14日、 K1 ワールド GP2005 イ広島にアマチュア最強として K1 に参戦。レーセフォーと対戦するも開始37秒で2度のダウンを奪われ、タオル投入による TKO 負け。2005年8月13日、K1 ワールド GP2005 に LAS ベーガス2で行われた世界最終予選ではヘビー級とは思えないスピードとバックキックで優勝。 前に出るアグレッシブなスタイルを見せた。優勝後のインタビューでは、同年4月に自殺した、ポールボクへの追悼と感謝のコメントを残した。2005年9月23日、K1 ワールド GP2005 開幕戦では、アーネスト・ホーストの代役である、リカルド・ノード・ストランドと対決し、判定勝ち。デビュー1年目にして、グランプリ本戦へ進出した。 2005年11月19日、本戦では準々決勝で武蔵と対決。世のある通して、手数で武蔵を上回っていたが、判定負け。ちなみに試合後の会見で、武蔵選手にはノックダウン、もしくは、ノックアウトしないと勝てないことは知っていました。と発言した。2006年4月29日、K1 ワールド GP2006 イン LAS ベーガスで、 ステファン・ブリッツレコと対戦し、二度のダウンを奪い勝利。2006年6月3日、K1 ワールド GP2006 インソールでレースフォーとリマッチを行ったが、1R バンこそ素早い蹴り技を繰り出したものの、中盤にカウンターのブーメランフックを受けし進小負け、返り討ちにされた。2006年8月12日、K1 ワールド GP2006 イン LAS ベーガス。 2で、デューウィー・クーパーと対戦し、スピーディーなコンビネーションで優勢に立ち、判定勝ちを収めるが、クーパーの反撃に思わず後退する場面も見られ、谷川貞春 K1 イベントプロデューサーに、ガードのトレーニングをしないと危ないとコメントされた。2006年9月30日、K1 ワールド GP2006 開幕戦では、バダ・ハリと対戦し、1R 右ストレートで小勝ち。 これに対し立ち上がったハリは激しく抗議し、しばらくリングに止まっていたが、結果は覆らなかった。ハリは倒れた後にキックを当てられたと激高したが、カライフ自身は膝がつく前に蹴っていたのだから、反則にはならなかったと話している。2006年12月2日、K1 ワールド GP2006 決勝戦、準々決勝でグラウベフェイトーザと対戦。 スピードを生かして戦うも、独自の軌道を描く、ブラジリアンキックを浴び、ふらついたところへ、グラウベのラッシュを受け、スタンディングダウンを取られてしまう。そして、10カウント以内にファイティングポーズが取れず、また目の焦点が合っていなかったため、レフェリーストップとなってしまった。結果は1分11秒 TK を負けで、以前から指摘されていたディフェンスの甘さが改めて浮き彫りとなった。 2007年3月4日、K1 ワールド GP に横浜で前回消化不良に終わったバだハリと初代 K1 世界ヘビー級王座挑戦者決定戦で対戦。2R に得意の連打で先制のダウンを奪うが、その直後にカウンターのミニストレートを浴びて壮絶な逆転失神小負け。しかし、歴史に残る名勝負を繰り広げた両者に対して試合後に観客から スタンディングオベーションを受けた。試合後、インフルエンザのせいで、試合前日39度の熱があった、疲れのせいで、ガードが下がったからだと話した。また、この試合について、解説を担当していたマサトは、二人ともミドル級より、スピードが速かったと評価していた。2007年6月23日、K1 ワールド GP2007 インアムスター、デムで、メルビン・マヌーフと対戦。 前回、K1 世界ヘビー級王者バダハリと名勝負を繰り広げたカライフであったが、開始早々に左フックを浴び、わずか31秒で失神小負けを喫した。2007年9月29日、K1 ワールド GP2007 インソールファイナル16で GP1 回戦を、ジェロム・レバンナと対戦予定だったが、開催1週間前の交通事故で怪我を負い、欠場した。 2008年3月9日、新日本キックボクシング協会、マグナム16で、スーイン・カーオと対戦予定だったが当日に、あま博ヒロミに変更。計5回のダウンを奪いこがち。その後、オランダのゴールデングローリーへの出稽古も行うようになる。2008年7月13日、K1 ワールド GP2008 インタ一平に出場し、1回戦、フ、平たつふみ。 準決勝、キム・ヨンヒョン、決勝戦、アレキサンダー・ピチュクノフにすべて小勝利し、優勝を果たした。2008年9月27日、K1 ワールド GP2008 インソールファイナル16で、ハリット・ディ・ファウストに小勝ち。互いにダウンを奪い合う、好勝負となり、まさに K1 だと、谷川プロデューサーは述べた。2008年12月6日、 K1 ワールド GP2008 ファイナルの準々決勝で空間先と対戦。K1 最速王決定戦と称されたこの試合で、自身の得意技であるバックブローでダウンを奪われ判定負け。2009年3月28日、K1 ワールド GP2009 位に横浜の第二大 K1 世界ヘビー級王者決定トーナメント1回戦で空間先と再戦予定であったが、 腰痛により欠場となった。2009年9月26日、K1 ワールド GP2009 インソールファイナル16で、第2代 K1 世界ヘビー級王者京太郎と無差別級契約で対戦し、判定勝ち。2009年10月17日、ゴールデングローリー10周年記念大会、グローリー11でのホフカ世界スーパーヘビー級王者決定戦で、 ヘスリからケスと対戦し、0から3の判定負け。2009年12月5日、K1 ワールド GP2009 ファイナルの準々決勝で、バダハリとラバーマッチを戦い、1R に2度ダウンを奪われ小負けとなった。2010年4月3日に開催された、K、K1 ワールド GP2010 イン横浜で、ジェロム・レバーナと対戦予定であったが、左膝靭帯損傷により欠場となった。 谷川貞治 K1 イベントプロデューサーは、プロの選手として失格。厳しい対応をしないといけないと発言した。2010年10月2日に開催された、K1 ワールド GP2010 インソールファイナル16で、タイロンスポーンと対戦予定だったが、コンディション不良により欠場となった。ありがとうございます。